出た方がなんかそういうやつなんじゃない、戦略でも落ちて YouTuber？ 今 YouTuber とかなんか自営コンサルとかコンサル出るみたいな経歴があって、だから多分 YouTuber ってことだと思うんですよ。皆様の支援で生きてますみたいな感じだと思う。え、何の支援？皆様の支援で寄付募ってたりしてるから謎だよね、情報で、あの人からなんで知り合いじゃないけどワシントンから来るの、ワシントンから来るのかは情報網は知らないんだけどさ、もうその時点でね、もう知らない、あ、なんだろう、なんかもう、アレな人な感じやん、もう。なんで？なんかね、電話番号書いてあるじゃん、立花さんみたいにさ。携帯のね。そう。で、そこにいろんな情報が来るんだって。そしたら、すごい情報みんな電話かけてくれるらしく、ワシントン関係者、その、からも、連絡がありまして、みたいな感じで。なんで日本の皆様に伝えてほしいと言われたみたいな。なんでそれ、おかしいやろ、それ。おかしい。なんで、ちょっと。なんでその人に、でもなんかそんな嘘言ってる、それか騙されてる、それかな。そんなやついっぱいいるからね、おかしいやつ。なんて匿名で来んだよ、そこに。分かんない。おもろいな。あの人が丸々と言ってるとは思えないからね。誰か騙されてるとか。なんか悪い人ではなさそうな気がするけど、でも。なんかちょっと行ってる感じかもしんない、頭が向こうに。それはありえるかもしれない。真面目に真面目に行っちゃってる。そうそう、ちょっと怪しいは怪しい、怪しいっていうかもう完全におかしいやろまあおかしいはおかしいなどう考えてもおかしいやろ、普通じゃないよね。普通じゃない。ケネディ・ジュニアは生きているとか。あれでも私それ他の YouTube でも聞いた気がするんだよな。なんか最初に見た動画でそれ言ってたじゃん。他の人も言ってたの。でもあの人が言ってる通りになってったらさ、どうする、本当本当だった、本当の情報もらった。そりゃいいけどさ、その方がその方がいいけど、ただあの人になぜ連絡を取っているのか、もしもし、日本の皆さんに伝えてもらえますかって電話来る？なんかワシントンの人から突然。おかしいよね。もひ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 。おかしい。身分は明かせないんですけど、ワシントンで今。トランプ大統領の応援で働いてるものです、仕事してるものですとか言ってきたんじゃないの。日本の皆さんにお伝えください、言ってきたんじゃないの。匿名で電話来る、ヤス君みたいな人言ってきたね。匿名で来たって言ってた、知
知らない。匿名でしょ。だって他の誰もそんな発信してないじゃん。だって黙ってんのかもしれないけど。言っちゃいけないけど。もひもひってできたんじゃない？おかしいやろ。おかしいよ。でも結構あり得る話ではな、あるよ。どこに？そういう風になってってほしいっていう願望でもあるけど。普通に考えたらオレオレ詐欺と一緒だよ。
し。
そうだもうパンいいよ、うん、もうできる、うん、パンいっぱいある。それ洗うやつ？うん、汚れてる。
できた。できます。
たらいる？あ、木、板が。あ、木。木の板？踊り皿いる、2つ。踊り皿はあるよ、そこ。ね、あのメッセージ来たら見る見るちょっと楽しみになっちゃった。7回目のメッセージが来てるぞ。毎日ちゃんと日記に来る。
でも視聴数伸びてんじゃないの？伸びてるよネタで見てるんじゃないみんな。おもろいわ。いただきますです。どうぞ。今日はステーキにしてみました。腹減った。今日はちょっと遅いね。遅い。よし。訴訟を却下した理由、そしてトランプ1月6日結集を呼びかけということでお送りいたします。ぜひお付き合いください。今日は主にアメリカの12月18日金曜日の動きについてまとめてお伝えしようと思うんですが、この2点にまあ大体絞られています。まず最初にですね、このちょうど1週間前の12月11日連邦の最高裁がテキサス州の訴訟を却下するということがありましたね。まあ、これは大ニュースだったわけですが、まあ、予想外だったので、それから1週間経ったんですけれども、一体何が起きたのか、この最高裁の中で、で一応最高裁が先週、この12月11日に却下した理由は、テキサス州は、当事者資格がないと。テキサス州にこの訴訟を訴える、最高裁に訴える資格がありませんよということで、資格の部分で、まあ、入り口で追い払っちゃったわけですよね。でこれはもう方便としか思えないわけです。で一体何が起きたのかっていうところで、まあ、一つちょっと話が出ています。でその前に同じようなことを、最高裁が昨日やりました。これはシドニー・パウエル弁護士が訴訟をですね、最高裁に挙げたんですが、そのことについてなんです。最高裁がシドニー・パウエルのジョージア州とミシガン州の訴訟を受理するが1月14日まで遅延するということを言ってきたんですね。なんだって。シドニー・パウエル弁護士がですね、ジョージアとミシガンのこの、まあ、不正について、まあ、実に説得力のある内容をまとめて、で最高裁にまで挙げたわけです。で最高裁はそれを受理しました。これは棄却してません。ちゃんと受理しています。ただし受理しているんですが、パウエル弁護士は時間がないので、時間がないので急いでやってほしいというペティション申請をしたんですね。急いでやってください、これ特急でやってくださいっていうふうに言ったんですが、それに対して1月14日までこれはできませんという言及をしてたんですよ。で急いでるのは最高裁の人は分かってるのに、
1月14日に遅らせるってことがあって、パウエル弁護士は非常に怒ってるんですね。で、何が起きてるんだろう。で、最高裁に電話したらしいんですけど、その電話にも出ないという、どういう対応なんだっていうふうに極めて怒ってます。最高裁はそんなに忙しいみたいですね。そんなに忙しいでしょうか。で、この最高裁が、まあ、先週は、先週の金曜日はテキサス州の訴訟を却下した。今度はシドニー・パウエルさんの訴訟を一応受け取ったが審議しない。こういう態度を取り続けているわけですね。そんな中で今週の頭、月曜日12月の14日に大統領選挙のこの選挙人たちの投票日というのがありましたね。全米50州で各州の選挙人たちが投票をしました。投票した。で、そのテキサス州の選挙人の投票会場で先ほどの最高裁がなぜテキサスの訴訟を棄却したのかってことに関しての話が出てきました。ここがテキサス州の選挙人たちがその投票をした会場です。これテキサス州の、まあ、州の議事堂にあたるんでしょうね。ここでやりました。で、この様子がずっとYouTube でアップされています。私も大統領選挙の、選挙人の投票の、まあ、その行事自体を初めて見ましたね。このネットで初めて見ました。こうやってんだなってのは初めて分かりました。というのは普通でしたらこれは単なる儀式に過ぎないので、普通は誰もここに注目しません。あえて見ようなしないんですけど、今回は普通じゃないので。で、まず牧師さんが出てくるんですね。牧師さんが出てきて、テキサスのなんか大きな教会の牧師さんが出てきて、で、お祈りをして、みんなでお祈りをして、それから始めるんですね。で、その後にテキサスの、まあ、投票の結果選ばれたトランプを支持する選挙人たち38人います。選挙人たちが一人ずつ投票します。で、投票したらこれで終わるのかなと思うと終わらないんですね。その後にこの選挙人たちでもし意見言いたい人があったら意見言ってくださいっていう意見を言える場があるんですね。選挙人ってただ投票するだけかと思ったら意見言うんですね。そのいろんな人が意見言うんです。で、特に今回テキサスは最高裁によってテキサスの州司法長官の訴訟を切られたんで、それに対する憤り、怒りはみんな持ってるわけですよ。で、それについてのことはみんな言ってました。言ってるんですが、その中の一人、この方ですね、テキサス州の、選挙人の一人です。マット・パトリックっていう方でしたね。マットさん。マットさんが、実は、今日、この12月14日、ここの場所に来る前にネットである記事を読んだと。で、その記事になぜ最高裁がこの選挙にテキサスの訴訟を却下したのかという理由が出ていたと。その理由を説明してるんです。で、その理由っていうのは12月11日、その先週の日にですね、12月11日の、その日にですね、最高裁の判事たちが集まって、一つの部屋で集まって話をしていた。その話をしてたんですが、
その話の声が壁を通して外に聞こえてきた。それを聞いてた人がいたんです。それは最高裁の最高裁判所に勤めているスタッフの一人だったんですね、うん、その人が聞いたっていう、そのどういう話なんですよ。で、どんな声が聞こえてきたかというと、ロバーツ判事、ロバーツ判事っていう人はこの人ですね。このジョン・ロバーツ判事の怒鳴り声が聞こえてきたっていうんですね。このロバーツ判事とそれからリベラル派の判事たちの怒鳴り声が聞こえてきた。で、何を言ってたかというと、こんなテキサスのこんな訴訟を受け入れてたりとかして、もしこれを賛成したりとかしてしまったら、まあ保守派が多いですから賛成する可能性があるわけですね。受け入れたら、受け入れて賛成したりとかしてしまったら間違いなく暴動が起きると。その暴動の責任取れるのかと。我々は取れないよ、責任、暴動の責任なんて。なので暴動を起こさないためにもこの訴訟は受け入れるべきじゃないと、最初からヒアリングすべきじゃないということをこの人を中心にリベラル派が言ってたらしいんです。で、それが外まで怒鳴り声だったんで聞こえたという、そういう話なんですよ。そういう話をこの人がここに来る前にネットで読んだと。で、一体どういうことなんだっていうことを、まあ、怒りを込めて言っていました。ちょっとその様子だけちょっと、最高裁のスタッフが声を聞いたっていう、その辺をちょっと今言ってるんですね。まあまあこんな雰囲気です。こんな雰囲気なんですが、まあ要はこのジョン・ロバーツっていう、まあ判事、元保守、今はリベラル、この人を中心にですね、こんな厄介なものに我々は手を出さないようにと言って責任を返したわけです。で、まあ、この先ほどのこの方が言ってたのは、正しいことをやろうとするとそれを最高裁が阻むのかとっていう、まあ、本当に最もな主張されていました。で、この件、まあ、これが真実かどうかっていうのが一つあります。っていうのは、先ほどの選挙人の方は、それをネットで読んだって言うんですね、記事をね。で、ただ今の映像がものすごく広がっています。この人はそれを選挙人として、それもテキサスの人なので、選挙人としてこれを語ったので、その映像が、まあ、ネット上で広がっているわけですね。で、それについてエポックタイムズが記事を出しました。これ昨日ですね、昨日のエポックタイムズの記事なんですけど、このロバーツ判事が、結局とはこの人が止めたんだと、この人が怒鳴って止めたんだというふうな記事になっているんですが、ただこの記事の中で、まず最高裁の広報担当者がこれを否定しています。最高裁の広報担当者が、最高裁では現在判事の会議はリモートのみでやっていると、直接集まることはしてませんと、パンデミックがあるから、だから集まってませんと。だからこの人の発言っていうのは全部嘘ですと、テレビ会議に言っています。で、実際に
先ほどのテキサスの選挙人の方がその見たっていうその記事、その記事の元はですね、これなんです。ハルターナー、ハルターナーっていうラジオショー、ラジオ番組の、まあ、あのサイトだったんですね。このラジオ番組の中でこの話が語られたんです。このハルターナーっていうラジオ番組、これはまあ保守系のラジオ番組なんですけど、ここにですね、最高裁の、最高裁判所で勤めてますっていうスタッフの人からの、要は内部告発ですね、内部告発があったんです。でこういう保守系の内部告発っていうのは一律陰謀論というふうになるの でこのラジオ番組ではもう陰謀論のチャンネルな、番組なので、そもそも嘘だというふうに片付けられています。なのでそれをこの選さっきの選挙人は聞いただけだと、だからそんなの嘘なんだということで書き消されています。ネギも美味しい。これがもう否定されています。で、確かにそうかもしれない。これは、本当かどうかっていうのは検証がなかなか難しいですね。陰謀論と言われたら陰謀論かもしれない。ただですね、問題、本当の問題の本質はここにないんです。このテキサスの選挙人が集まって12月14日、全米各州50カ所でそれぞれこうやって集まって選挙人が投票した。でその時にテキサス州の選挙人たちっていうのは特別の思いを持ってたわけですね。というのはその数日、その前の週にテキサス州の州務長官が最高裁に対してこれはおかしいっていうふうに意見を申し立てをして訴訟をした。その訴訟を中身も見ずに、最初に棄却してる、もう最初から棄却してる、そのことに対して、まあ、テキサス魂というかどういうことなんだっていう怒りが溢れていたんですね。それがこの全体に出てました。もうこの充満してましたね。でそれでこの人たちはただ怒ってるだけではなくて、テキサス州の選挙人団が全員でですね、決議をしたんですよ。決議、それは最高裁に対する批判です。最高裁に対する批判と、それからまあ、この州務長官がもともと訴えた接戦州ですね、激戦州、その接戦州の共和党に対して奮起を促す決議をしたんです。でこの決議っていうのは法的な拘束力はもちろん全くありません。だから意味がないというふうに、実際マスコミはそういうふうに語っています。こんな決議して何の意味もないじゃないかというふうにマスコミは片付けられてるんですけど、しかしですね、この決議が実は影響してたんですね。この決議をするってことは事前にこの接戦州の他の州の共和党の方には伝わっていて、それで各共和党がテキサスの訴訟は最高裁によって退けられてしまったけど、自分たちが奮起してで自分たちの選挙人を選ぶということで、ジョージアとかペンシルバニアとかはそれぞれ選挙人を選んでるわけなんですね。これが後で聞いてくる可能性があります。でこの決議の中でキーワードとなってたのがこれなんですね。臆病さって言葉なんですよ。英語ではモロカワデスっていう言い方をしてますね。モロカワデス、モラル、道徳的な、カワデス、臆病さ。これは他人からの批判を恐れるという臆病さのことを言うんですね。でこれがキーワードになってました。
結局裁判最高裁の判事たちにはこれなんだと、臆病者なんだと、この批判を恐れているけど、それをこの決議文のキーワードとして入れていました。どういうことかというと、結局みんな自己保身に走ってるだけなのと、この大事な時に最高裁っていう最も司法の最高頂点にある人たちが自己保身に入って自己保身してどうするんだと。そして、まあ、これを、まあ、このことを見ていきますけど、ね、YouTube 見ていて、これはまさにね、共産主義の常套手段にはまってるなと思いました。共産主義の常套手段っていうのはプレッシャーとか脅迫によって相手を臆病にする臆病にするっていうのがまさに中国でやってることですよね。ウイグルでやってること、チベットでやってきたこと、そして香港でやってることです。内モンゴルでやってることですよ。これを今アメリカでやってるんです。中国共産党の顔をしてないで、でそれが共産主義の上等手段だってことをアメリカ人は知らなすぎる。それも最高裁の判事が知らないんですよ。だからまあ実際にさっきのような話があったかどうか分かりません。ガセネタかもしれない。しかし棄却しているのは事実です。そして中身は見てないのも事実です。まさにこれは最高裁の判事たちが共産主義の常套手段に陥っている。共産主義ってこういう手段を使うってことを知らなすぎるんですね。で昨日の動画でも見ましたけど、今回のこの不正というのは明らかです。もう誰が見ても明らかです。不正がないなんていうのは不正がないということを証明することが不可能です。その不正が明らかなんだけど、しかしもうバイデンさんが勝ったっていうふうになってしまった。でそれをひっくり返すっていうのは大変なことです。確かにそのためには誰かが責任を取る勇気を持たなきゃいけない。その責任を取る勇気を持っている人がいないというのが今の問題なわけですね。そこで実はつい先ほどなんですけどね、トランプさんがツイートをしました。こういうツイートをしました。前半はですね、ピーター・ナバロ、トランプさんの、ホワイトハウスのスタッフですね、大統領顧問のピーター・ナバロが今回の、不正の問題について36ページにわたるレポートを出したんですね。ナバロさんのレポート、これがよくできてるんです。どういう不正だったのかっていうのは実に体系的にまとめたレポートなんですけど、そのレポートを詳細にしています。すごいいい、この通りだと、このレポートを出してくれたと言っていながら、最後にですね、こう言ってるんですよ。1月6日、ワシントン DC で大規模なデモをやろう。集合して盛り上がろうって。これをトランプさん言ってるんですよ。今まで何度かワシントン DC でデモがありました。しかしトランプ大統領が呼びかけることは一度もありません。今回はトランプさん自ら呼びかけたんです。それも1月6日なんです。これは一体どういうことなのか。1月6日っていうのはこの連邦議会が上院下院のジョイントセッションがある時ですよね。でここで先ほどの12月14日にテキサスでも他の州でも選挙人たちが投票した、その投票がここに持ち、この場で配布されて正式に大統領が決まる日ですよ。この日にワシントン DC にみんな集まれて、トランプさんが言ってる、一体何がいるのかな。
この日の連邦議会の上下両院議会、この会議の、この超重要な会議の議長はマイク・ペンス副大統領、アメリカの副大統領であり、上院の議長です。上院議長がこの人です。下院の議長もいます。下院の議長はナンシー・ペロシです。しかし下院議長はこの会議では何もしません。一下院議員として座っているんです。ここで全部仕切るのは、そして最終的な判断をするのはこの人です。それが憲法に書いていることなんですね。憲法の修正箇条に書いていることなんです。このマイク・ペンス、結局この今起きているアメリカで起きている問題、大きな問題、この問題に州政府も州務長官も、州の議会もみんな、責任を取ってもらった、州の裁判所も逃げてきた、連邦政府、連邦の最高裁の判事まで逃げてきた。もうみんな見えてる人ばかりなんですね。トランプ政権のアメリカ政府の中でも、司法長官も逃げてるし、それから連邦議会の、上院のトップである、ミッチ・マーコーネルももう寝返っちゃうし、みんなトランプから逃げてったんですね。この問題から逃げていった。最後に残ったのはどうもこの人です。マイク・ペンス。このマイク・ペンスが責任を取ることになるとしか思いません。その日にトランプさんは呼びかけていますね。ここに大きな意味があるというふうに感じます。ということで、最後にもう一度昨日もちょっと申し上げましたけど、お知らせです。来年の2月に発刊します。私の新たな書籍なんですけど、伝えるということをテーマにした本です。これが、来年の2月に出ます。で、すでにアマゾンとか楽天とかでは予約が始まっています。かぶせられる。予約していただいた方限定のこのオンラインイベントを12月28日月曜日夜8時から行います。1時間ほど。ぜひこの本、だいたい原稿ができてきました。で、この過去2回オンラインイベントがあったんですけど、オンラインイベントさんの交渉の意見を聞こう。なんか怒られないし。坂本龍馬は幕末の主役ではない。薩長も龍馬もば。インターネットテレビビルゾー観光デスクの山根です。本日は元中ウクライナ大使の馬淵武蔵さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、馬淵さんの新刊がバックから発売されました。で、毎年恒例の世界の真実シリーズなわけですが、今日は本の紹介も兼ねていくつか、お聞きしたいと思います。で、このサブタイトルが世界覇権、10年戦争が始まったということなんですけれども、はい、本当にそもそものところ、この世界覇権をめぐる戦争っていうのは、そのプレイヤーは誰になるんでしょうか。詳しくはですね、この本を読んでいただきたいと思いますけどね、はい。プレイヤーは実はですね、トランプ大統領、はい、それから私がずっと言ってますディープステートですね、はい、これは反トランプ勢力なんですが、それと中共、私は中国共産党政権のことを中共と言っておりますので、はい、その方が分かりやすい、中共、はい、この3人がプレイヤーなんですね、うん。今のね、はい、いわゆるそのメディアとか多くのこう知識人がおっしゃっているのは、2つの戦いになっているわけですね。その今の世界覇権を巡る戦いが、習近平対トランプ大統領、
あるいは中国対アメリカという2つの戦いのように、まあ、そういう印象を受けるような、はい、あの報道の仕方なんですけどね、実はそうじゃなくて、その三つどもえの戦いだというのが、まあ、この本の一つのポイントですね。で、今、日本のメディアも、アメリカも、まあ、そうですね、世界のメディアもそうなんですけど、このいつもアメリカとしか言わないわけですね。で、アメリカという場合に、オバマ大統領の時代まではそれでよかったんですが、はい、今はアメリカという場合に、トランプ大統領を、あるいはそれを支持する勢力と、はい、反トランプ勢力とに明確に今アメリカが分かれているわけですね。ですから、アメリカといっただけではですね、それはどっちを指すのかというのが分からない。ですから、私がこの三つどもえの戦いっていうのはそこにあるわけですね。はい、この三者がお互いを敵にしていると。つまり、そのトランプ大統領にとっては、その反トランプ勢力というか、ディープステート、はい、が敵でもあるし、それからと同時に中国共産党も敵であるということですね。だから、中国共産党にとっては、もちろんトランプ大統領は敵であるし、それと同時に、中国共産党の覇権を抑えにかかっているディープステートも実はこれが敵になっちゃった。で、ディープステートにとってはもちろん反トランプのせい、反トランプであると同時に中国のその覇権を目指すそういう動きを抑えなきゃならないということで、ね、この3者がお互いに残り2社を敵にしていると、こういう状況ですね。それが三つどもえの戦いをさらに複雑にしていると、そういう状況だと思うんですね。で、もう一つはね、そこで私はもう過去形にしているんですが、その戦争が始まったというふうにしているんですね。10年戦争までこれは過去形なんです、ということは2021年に始まるんじゃなくて、この本が出た9月の段階ですでに始まってるんですね。で、表にはですね、それは、いわゆる我々の戦争で、理解しているような、第二次世界大戦とか、なんとか戦争、湾岸戦争と何でもいいんですが、そういう戦争の形は必ずしも通ってないけれども、行われることはもう事実上の戦争なんですね。で、それは結局この新しい世界の秩序を求める戦いと言い換えてもいいんですね。で、それが私は当面ね、つまり当面っていうか過去100年の秩序を覆す戦いだと。で、そういうことで、まあ、ハルマゲドンとも言ってるんですけど、ハルマゲドンというと皆さんギョッとされるんですが、まあ、世界最終戦争と訳されてますけども、少なくとも今後100年あるいはそれ以上の世界の秩序を決める戦いだと。この三つどもえの戦いで一体誰が勝利するのかによってその秩序の内容が異なっていくというのがこの本のポイントなんですね。その本当にそもそものところ、そのディープステートってなかなかそう新聞とか地上波のテレビを、見てる限りじゃ出てこないワードじゃないですか。このディープステートって何なんでしょう。例えばトランプ大統領は、まあ、その腐敗した官僚機関みたいなぐらいのことに届けてますけど、多分もっと深いところにあるんですね。だからトランプ大統領も政治家ですしね、アメリカの政治家だから、本当のディープステートの中身を全てね、ばらす、現段階ではばらすことはできない、政治的配慮ができないということでしょうね。それで、腐敗した官僚軍というのは分かりやすくて、アメリカの場合は官僚といってもね、その幹部以上は政治任命なんだ、つまり外部つか公務員じゃない人が、それでその国務省が国務省の次官とか次官補に任命されるわけですね。それは大統領の下で、まあ、事実上任命が行われているんですが、トランプ大統領が就任して、そのトランプ流の外交を、外交なら外交を遂行しようと思って官僚を任命しようとしても、いろいろ それは上院のこのあれですね、承認が必要なんですね。だからそういうこともあってなかなか知事として進んでない。そうすると、トランプ大統領、オバマ大統領までの時代に、この、任命された人たちが未だに残っているわけで、そういう人たちがその腐敗したその彼らの利益を追求しているということは、その心はディープステートの、彼らを送り込んだディープステートの、秘密の課題を、推進していると。トランプ大統領がこうやると言ってもそれに対して抵抗しているということですね、簡単に言う。
でそこでそのじゃあディープステートは何かっていう話なんですが、その彼らから送り込まれた官僚軍というのはそれは一つなんですが、それはまあ一つの実戦部隊ですね。でディープステートの場合、私も本人も書いておりますけども、中核と言いますか、まあ、司令塔と言ってもいいんですが、それはウォール街を中心とする国際金融資本なんですね。国際銀行家と言ってもいい、そういう人たちが実はアメリカの場合、まあ、世界もそうですけれども、メディアを抑えているわけですね。でアメリカの場合はそのトランプ大統領は官僚軍と言ってますけれども、官僚軍の中には CIA も入るわけです。それから FBI も入る。もちろんその国務省とか国防総省、その他、主要な財務省も含めて、そういうその官庁の、幹部職員も入るわけです。ですから、ね、これは実はその司法を握っているというのが大きいんですね。このことが今まで、表には出てきてない。表に出すと大変なことになるわけですが、トランプ大統領もそこまでは言わないけれども、その一旦ですね、FBI の職員だってこれは官僚部に、数えられますからね、CIA の人間もその一部だ。で皆さんお気づきでと思いますけれども、例えばトランプ大統領のロシア疑惑とか、あるいはウクライナ疑惑がどこから出てきたかというと、こういう官僚軍から出てきてるんですね。それがあの、これリークしたり、あるいは、内部告発すると。でそれにメディアが飛びついて反トランプ報道を一色になると。でそれに、今でしたら下院ですね、民主党があの下院の過半数を占めていますから、下院が飛びついてこの間のように、弾劾裁判に持っていくと。でこういうことができるような一つのシステムが出来上がっちゃってるんですね。それがディープステートなんです。我々はディープステートってなんかね、深く潜り込んだ陰謀論をやっているような人たちだと思いがちですが、我々っていうかアメリカの表舞台に普通にいる人たちなんです。ところがその人たちがどういうミッションを受けて、使命を受けて働いているかというと、その元をたどればそれがディープステートというかウォール街の金融資本家に行き着くというのが、まあ、私が申し上げるディープステートの全容ですね。これはね、今日のこの短い時間で説明しきれないですが、私の方をぜひ読んでいただきたいと思いますけれども、アメリカの歴史を見ればそれが非常によくわかる。今から100年前ですね、ウィルソン大統領、もう100年以上も前ですが、ウィルソン大統領以降のアメリカの歴史を見れば、ディープステートがいかにアメリカの支配層になったかということがよくわかると思います。はい。でまあ、日本を見てみても、反安倍政権を打倒したい人たちが、まあ、例えば官僚から、まあ、そういう疑惑、スキャンダルのリークがあって、それをまあ野党とメディアが比例として報じてる、ちょっと構図に似てるかもしれませんね。ちょっとところが全く同じだと思うんですけどね。だから日本の場合も基本的には戦後、日本の政治の闇って言いますかね、だから日本の政治を差配してきたというのがディープステートですね。その人たちはジャパンハンドラーズと呼ばれているわけですがね、もう名前もここで挙げなくてもいいぐらい、皆さんご存じの名前が多いですが、そういう人たち、いわゆるそのジャパンハンドラーと日本のいわゆる親米保守が、まあ、日米関係を牛耳ってきたと、牛耳ってきたっていうのが日本の戦後の歴史な、日米関係の歴史なわけなんですね。そのディープステートの正体を探っているそのウォール街の国際金融資本になるということは、はい、イメージとしてはそのグローバリストをやっぱ世界を平らにしたい人たちがやっぱりそういうのが、世界を平らにしてそういう。世界を一つにしたいっていう統治機構を、国という枠組みを外したいんだよね。だから世界一国 EU みたいにしたいんだよ。たくさんあるけど EU の、EU 政府みたいな、世界政府みたいなのを実現したい。みんなのファン祭り。
お手紙、お手紙じゃない。皆さん、こんにちは。学生は日本の歴史を2ページで学びます。その内容は皆様こんにちは、大事ニュースです。12月11日アメリカの最高裁判所は大統領選に関するテキサス州の訴えを退けました。これに対してトランプ大統領は最高裁判所には勇気と知恵がなく落胆したとコメントしました。今回のアメリカ大統領選において国民の最も基本的な権利であり自由民主主義の基盤でもある選挙権は組織的な詐欺によって踏みにじられました。メディア、連邦機関、地方政府、そして議会までがその邪悪な声に加担し、もしくは見て見ぬふりをしてきました。声を発して制止しようとする者はほとんどいませんでした。こうした中、法治国家の守護者たる連邦最高裁判所は正義を求めようとする国民の声を聞こうとはしませんでした。この一連の出来事によって分かったこと、それは正義と邪悪の対決の時には一人一人が立ち上がらなければならず、外来的な要素に頼ってはいけないのです。正義と邪悪の対戦の人間社会における現れは善良な人間と邪悪な人間のそれぞれの行為です。人間は自ら正義と邪悪の選択に直面しており、自身の未来を選択しています。この善悪の決戦において善良なる側の最高指導者であるトランプ大統領にとって、これは他人事ではありません。トランプ大統領には憲法によって付与された権力と責務があります。大統領選における不正、憲政の危機、外国勢力の侵攻、アメリカを転覆させようとする陰謀、そしてアメリカ国民の民意を前に、トランプ大統領はどのようにするのが良いのでしょうか。トランプ大統領は12月10日メディアの報道を引用し、大統領選における詐欺行為をクーデターと呼びました。事実、11月に行われたアメリカ大統領選における大規模で組織的な選挙詐欺行為は不正の範疇をはるかに超越するものでした。11月3日に開票が始まると、トランプ氏は共和党支持者が多い州とほとんど全ての激戦州でリードしました。しかし11月4日の早朝、ジョージア州、ペンシルベニア州、アリゾナ州、ウィスコンシン州、ミシガン州、そしてネバダ州の6つの激戦州においてほぼ同時に開票が停止されました。そして秘密裏に開票を続行し、数時間後に投票結果を再び公開した時には、トランプ氏とバイデン氏の得票数には異常な変化が見られました。バイデン氏の得票が急増する一方、トランプ氏の得票数はほとんど増えなかったのです。そして得票数の減少すら見られました。激戦州におけるバイデン票の爆発的な増加は詐欺であり、大統領選に対する接種であるとトランプ大統領は繰り返し指摘してきました。アメリカ政府の権威的専門家、ナビド・ペシャワリツニア博士をはじめとする多くの情報学者や統計学者は皆、ジョージア州やペンシルベニア州などの激戦州における開票結果の異常値は大規模な選挙詐欺に起因するものだと証言しています。
その上、激戦州の選挙管理部門が事前に歩調を合わせていたこともデータから分かるといいます。マイナポイントは和音で、和音なら最大7000和音もらえる。申し込みもタッチで簡単。お店のコピー機でもアプリでもマイナポイントは和音で、チャージキャンペーン実施中。正義は僕のためにある言葉じゃなかったのか。最高裁の実施さらに南部ハマスや元米軍情報官など複数名の専門家はアメリカ大統領選で広く使用されていたドミニオン、スマートマティック、サイトなどの公表集計システムやエディソンリサーチが提供する選挙データ管理システムがバックドアなチェックをアプリあるものによって公表数を改ざんされるリスクがあると指摘しました。そのようなシステムは中国共産党を含む外国敵対勢力によって悪用され、実際にアメリカの大統領選に影響を与えてきました。ナビド博士は宣誓供述書で次のように締めくくりました。一番嫌い私は2020年の大統領選のデータが全ての激戦州で変更され、結果としてトランプ大統領に投じられた数十万の票がバイデン副大統領に移されたという高い確信を持って本供述を締めくくる。私の弁解では証拠は圧倒的であり議論の余地はないという状態では、今回のアメリカ大統領選を盗んだ実行者と首謀者は誰なのでしょうか。ジョージア州の開票現場では監視員を追い出した後に大量の不正票が投入されました。ミシガン州デトロイトの開票作業で発生した大規模な不正は法廷闘争に持ち込まれています。ペンシルベニア州の選挙管理システムは架空の100万票を作り出し、ウィスコンシン州では数十万の郵便投票を違法に計上しました。ネバダ州では重複した投票や死者による投票が大量発生し、選挙管理による開票過程の監督が拒否されました。すごいね、その上、激戦州の州政府は憲法と選挙法に違反し、選挙詐欺に対する牽制機能を自ら放棄しました。これらの証拠と事実によって導かれる結論はただ一つ。2020年のアメリカ大統領選における大規模な選挙不正は、関係する各州の政府や地方自治体政府が組織的に行ったものです。大統領選における不正が明らかになった後、トランプ大統領は常に法的プロセスに基づいて報道し、アメリカの民主主義制度を守り、立憲政治の危機を回避しようと努めてきました。しかしトランプ大統領側の訴訟は今日に至るまで相手にされませんでした。裁判所は信じがたい理由を盾にトランプ大統領側の提訴を立て続けに退けてきました。司法省と連邦捜査局は大統領選について見て見ぬふりをしています。ただやアメリカ民主主義制度における立法府である議会は同じように危機に瀕しています。ニュースサイトナショナルファイルによると、ジョージア州議会で特別会議の推進が遅々として進まれ、共和党の議員が脅迫を恐れて声を発せずにいるからです。イオンモール、今年は一足お先に正月気分、イオンモールの福売り29日スタート。旧票編集部が2年前に発表した社論、悪魔が世界を統治しているでは、政党や議会、政府、最高裁判所をコントロールすることが左派にとっての最大の政治であると指摘しています。影響はこれだけにとどまりません。専門家の証言によれば、中国共産党政権を含む社会主義敵対勢力はドミニオンなどの投票システムに不正アクセスすることでアメリカ大統領選をコントロールしています。全ての激戦州でドミニオンシステムが使用されており、その上ドミニオンはデータをアメリカ国外に保管しているとトランプ大統領は指摘しています。アメリカ証券取引委員会の記録によると、ドミニオン社の所有者は大統領選直前の10月に中国共産党関係者から4億ドルの投資を受けています。これらの証拠から分かるように、今回の大統領選における選挙不正はアメリカの憲政を破壊し、大統領選を利用して権力掌握を目論む緻密に計画されたクーデターです。実行者はアメリカ人にとどまらず外国勢力も破綻しています。ある元特殊部隊幹部は大企業の取材に対し、これはマルクス主義的判断である、彼らは色の革命を使って政権交代に影響を与えようとしてと語りました。大統領選の後、左派メディアはバイデン氏一族のスキャンダルを報じるようになる、アメリカ捜査当局もバイデン氏の息子ハンカ氏が汚職に加担しているとして捜査を開始しました。父親の影響力と人脈を利用して外国政府から利益供与を受けるというハンター・バイデン氏の手法は中国共産党との取引でも盛んに用いられました。ハンター・バイデン氏がアメリカ国内のエリート層と協力して中国で利益を得る様は、中国共産党高級幹部の親族らが国際社会の暴利を貪るのと全く同じです。10月18日、トランプ大統領は選挙集会で、バイデン氏はずっと腐敗した政治家、コラプトポリティシャンであり、バイデン氏一族は犯罪企業、クリミナルエンタープライズだと指摘しました。何枚？
そしてハンター・バイデン氏のスキャンダルは事実であり、これによりバイデン氏は永遠に大統領になり得ないとツイートしました。バイデン氏一族は中国共産党に大きな弱みを握られているため、中国共産党の言いなりになるのは見えねえです。バイデン氏が当選すれば世界制覇を目論み、社会主義を輸出しようとする中国共産党の共犯者になるでしょう。トランプ大統領は10月20日に行われた選挙集会で、バイデン氏は社会主義のトロイの目論みを指摘し、大統領選はトランプのアメリカンドリームとバイデンの社会主義地獄のいずれかを選択することだと訴えました。社会主義のトロイの目論みであるバイデン氏が当選すれば、アメリカと全世界は重大な危機に直面するでしょう。リムト弁護士は11月19日、アメリカは中国共産党を相手とする正義と邪悪の大戦争の最中である。本当の敵は中国共産党であるとアメリカ人が認識すべきだとツイートしました。リムト弁護士によると、過去の20年間、中国共産党がアメリカに深く浸透し、多くの地方自治体や州、連邦政府の官僚と政治家は中国共産党の鎮静に誘惑され、脅迫の対象となりました。また彼らの一部は共産主義の信奉者です。社会主義的、共産主義的イデオロギーはハリウッドの映画によって広まっただけではなく、教育を通して広範囲に転化し、知らずのうちに若い世代に植え付けられました。戦争の基本原則は敵を明確にすることだ。我々の国家はまさに共産主義の中国と戦っている。これは正義と邪悪の戦争だとリムト弁護士は指摘します。リムト弁護士によると、共産主義は数十年という歳月をかけて静かにアメリカに浸透してきました。学校、映画、テレビ、インターネットは共産主義に浸透され、政治家や官僚まで影響を受けてきました。共産党員はアメリカを占領するのに武器などいらないと補正してきました。今やその動きを止められるのはアメリカ国民だけです。100年以上の間、アメリカ合衆国は造物主の神聖なる使命を背負い、人類社会における自由の灯台、そして人権と自由の守護者であり続けました。旧票編集部の社論で明らかにされたように、アメリカの三権分立の共和制は常に悪魔、共産主義によって浸透されました。自由主義社会の先導者たるアメリカは崩壊に瀕し、人類は極めて危険な境地に立たされています。アメリカ立憲政治の基礎たる三権分立、行政権、司法権、立法権の体系は根本的には人を基礎としており、人によって運用され、人の信念や道徳によって守られています。その人の心が進歩主義的思想、共産主義悪魔によって惑わされ、臆病であるがために良心と知恵を奮い立たせることができなくなれば、三権分立の制度は道徳的崩壊とともに終焉を迎えます。もし大統領選まで盗まれてしまい、大統領であっても公正な職業を得られず、議員であっても脅迫を免れることができなくなれば、アメリカと全人類は本当の危機に直面するでしょう。事実、太平洋を隔てた対岸にある香港では、アメリカで将来起こり得ることが起きています。中国共産党は香港で忌憚なく一般市民を逮捕し、民主派の議員を迫害しています。そして香港人が有する天賦の人権を侵害し、苦痛と恐怖の中で生活することを強いています。世界のナイトメイカークリスマススペシャル、インスタチップレン、ピアノバサー、生き物係、パフュームの激アツライブ、セカワが横浜からクリスマスソングを熱唱、乃木坂46は大ヒット曲を乃木坂46とコラボメドレー、テレビが宣伝し始めてる、大ヒット曲を、そして今のテレビ、もしアメリカが本当に左派と中国共産党によって支配されれば、他の国も共産者連の魔の手を逃れることができなくなるでしょう。政府を崇拝せず神だけを崇拝するをモットーとするトランプ大統領は、就任や主流メディアの侮辱を跳ねのけ、核分野の暗黒勢力の妨害を突き破ってきました。トランプ大統領はアメリカを伝統的価値観に導くだけではなく、邪悪な中国共産党独裁政権に打撃を加え、天文人間と神に対する信仰心を守ってきました。トランプ大統領こそ真に神に選ばれし人物なのです。世界の国の邪悪な中国共産党政権への対応と信仰の自由を守るという命題に直面した際、正しい判断を下せるのはトランプ政権しかありません。このような人物がアメリカ大統領として当選すれば、必ずやアメリカと全世界に明るい未来をもたらすことができるでしょう。アメリカの役割は世界の秩序を守ることです。アメリカの政策と決定は世界に大きな影響を与え、多くの国はアメリカを手本として行動しています。目下大統領がアメリカ合衆国の礎を守るために徹底抗戦することを支持するのはアメリカ国民にとどまりません。世界中の民衆もアメリカという民主主義の灯台がこの世界で輝きを失わないことを願っており、アメリカという世界警察が強くあり続け、世界の秩序を守ってくれることを期待しています。法治主義を堅持するトランプ大統領は、
人権と自由の守護者として伝統的価値観を信じるアメリカ国民と世界の民衆の信頼を得ています。事実、今回の大統領選の投票状況から見てもわかる通り、トランプ氏はアメリカ国民の大多数から支持されています。トランプ氏こそアメリカ国民が心を寄せる人物です。トランプ大統領の発言の通り、彼はすでに選挙で勝利しています。これは左派が行った選挙不正が必ず摘発されなければならない理由でもあります。左派メディアやソーシャルメディア、巨大IT企業による情報封鎖がなければ、すでに提示されている選挙不正の証拠はアメリカ国民の民意を沸騰させ、捜査当局に選挙不正を捜査するよう求める圧力となっていることでしょう。世論調査の結果によると、情報が封鎖されている状況でも3分の2のアメリカ人は票の再集計を求めるトランプ氏の訴えに賛同しています。近日、約20の州のペンス副大統領、そして100名以上の連邦議会議員がテキサス州が連邦最高裁判所に対し選挙不正を訴える訴訟を支持するという声明を発表しました。アメリカ合衆国国家情報長官ジョン・ラトクリフ氏は12月6日大統領選には不正があり、不正問題を解決しないと大統領を決めることができないとの意見を表明しました。トランプ大統領を支持するのは大物政治家だけではありません。選挙不正が明らかになった後、トランプ大統領と民主主義制度を支持する全米各地の民衆が自発的に首都ワシントン DC や州の首都などで抗議デモと集会を行い、選挙不正に抗議しました。そしてトランプ大統領が勝利するよう神に祈りました。トランプ氏を支持する民衆の中には共和党員だけではなく、政党の隔たりを捨てアメリカ連邦を守るために立ち上がった民主党員もいます。12月12日左派によって偏在の濡れ衣を着せられたブリー将軍がアメリカ連邦最高裁の前で訴えました。アメリカの次期大統領を決めるのは裁判所ではない、我々国民だ。ありがとうございます。とか、あなたに言うことがないですね。優しいっすよ。人は誰しもお世話になった場所がある。これは大切な場所へ。アメリカ連邦最高裁が12月11日に下した棄却の判断は、アメリカ憲政の危機を象徴するものでした。トランプ大統領とアメリカの民主主義、そしてアメリカ国民の人権と自由及び安全は、最も重要な分岐点に差し掛かっています。行政の反逆、司法の萎縮、そして立法の臆病、これらの立憲政治の危機的状況からわかるのは、各州と連邦議会の立法規模や司法機能を使っても、選挙不正によってもたらされた偽りの選挙結果を正そうとするトランプ陣営の試みは、いずれ左派勢力の猛攻にあり、頓挫するということです。司法的救済では選挙不正を正せず、国民の天狗の人権が蹂躙され、立憲政治の根幹が腐食され動揺している現在、アメリカ人はトランプ大統領の指揮のもと窮地を脱出しなければなりません。正義と邪悪の対戦、そしてアメリカの立憲政治の危機、このような危機的状況下では、トランプ大統領がアメリカ合衆国憲法に規定されている大統領の特別権を行使することがアメリカを救うことができる唯一の可能性です。アメリカ合衆国憲法の根源は独立宣言であり、天狗の人権を守ることが根幹となっています。制度上、アメリカ合衆国憲法は三権分立を定めると同時に大統領に特別権を付与しています。憲法が付与する大統領の特別権と人権を守護する信念、そして神に対する信仰心に基づいて、アメリカの建国の父たちは多くの重要な判断を下し、国家を率いて危機的状況を切り抜けてきました。アメリカの民間組織 We the People Convention は12月1日ワシントン・タイムズ紙に一面広告を出し、南北戦争時にアメリカを救うためにリンカーン大統領が取った行動を引き合いに出し、トランプ大統領に大統領国権を行使するよう求めました。リンカーン大統領はアメリカ史上最も悲惨な戦争から国家を守り、道徳的政治的危機からアメリカを救った功績により、アメリカ史上最も偉大な大統領として認められています。戦争に勝利するためリンカーン大統領は大統領特別権を行使し、メディアの反対と裁判所の不作為を押しのけて、憲法で規定されている人身保護令を一時的に停止しました。そして1万4000人以上の政治犯を逮捕し、300近い新聞の発刊を停止させ、一部の記者や編集者を拘束しました。素晴らしい。ブックオフの大買取りだ、買取金額で終わり、ストーカー儲けプレゼント。もし通常の法的手段や州議会を通しても選挙不正を解決できなければ、トランプ大統領はアメリカ合衆国憲法によって付与された特別権を行使して選挙作業を摘発し、クーデターを終結させ、国民のために正義をもたらさなければなりません。トランプ大統領は2018年外国勢力による全土妨害を防止する行政命令を施行し、中国共産党などの弱政権がアメリカ大統領選をコントロールする行為に対して反撃できるよう予防線を張っていました。
トランプ大統領はすでに国防長官などの左派高官を更迭し、キッシンジャーを筆頭とする11人の国防顧問を解雇しました。新任のクリストファー・シン・ミラー国防長官代行は、すべての特殊部隊と情報部門から直接報告を受けるよう体制を整えました。トランプ大統領の一連の動きは、選挙不正とクーデターを粉砕する上での重要な布石です。天命と民心を一心に集めるトランプ大統領は、不正を正す優位性を有しています。一方、左派勢力やフェイクニュースメディアは、社会の大衆から抱きされており、もはや戦力となり得ません。トランプ大統領は2017年の演説で、アメリカ国民とアメリカ合衆国のために戦うことを決して放棄しないと誓いました。トランプ大統領は演説の中で、自分自身の信念を誇りに思い、自分の信仰を実践する勇気を持ち、神を信じて疑わなければ失敗することはない。アメリカがその根本的価値観を堅持し、国民に尽くし、動物種に対して軽減であれば、この国にとっての最も輝かしい未来は間もなく訪れるだろうと訴えました。アメリカ合衆国憲法と憲政、民主主義を保護し、天賦の人権と自由を守ることはアメリカ大統領の責務であり、大統領がアメリカ合衆国と全世界の人々に対して背負っている義務であり、神に対する誓いでもあります。アメリカと人類の未来を左右する正義と邪悪の大戦、この空前絶後の危機に際して、神聖な使命を守り、人々の期待に応えるためには類いまれなる度胸と見識、そして尋常ならぬ行動が必要となります。非常時には非常時の対応策を取らざるを得ません。その徹底を下すのは甚だ困難かもしれませんが、さらに大きな災難を免れることができるかもしれません。そしてその決断こそ、国家が危機的状況に陥った時の大統領にしかできない勇気と正義感あふれる英断なのです。ニュースは以上です。ここでお知らせです。12月21日の大紀元エポックタイムズの紙版特集号ボリューム3を発行します。今回このボリューム3を送料のみで皆様にお1年前に投資していたらどれだけ儲けられたんだろう。もし1年前に石川さんの話だと石川慎一郎で戦いが終わったってことは、本日は令和2年12月18日金曜日、ただいまの時間9時30分でございます。今日のテーマはワシントンから5回目のメッセージがありましたです。それでは早速ですね、本日はご紹介をさせていただきます。石川様、先ほどみんなで視聴させていただきました。ありがとうございます。日本の皆様と含めた全ての地球の皆様に本当の思いが伝わり、嬉しくてなりません。ワシントンで働いている我々は皆様と同様な立場です。地球上の全ての人々は地上になくてはならない一つ一つのピースです。それらが集って無限のエネルギーとなり、その想念で出来上がったのが戦いであります。すべての物事は受け身ではいられません。あることに気がつき、おかしなことや理不尽なことに立ち向かおうと思った時の意識が大切です。皆様と一緒に今後の地上を暮らしやすい素晴らしい世の中にみんなで変えてまいりましょう。ありがとうございます。昨日最後の聖戦が行われたとご連絡いたしましたが、こちらの光の勢力側は日本時間の午後8時に勝利いたしました。嬉しいです。万歳です。長い長い戦いでしたので、その場に居合わせた全ての選手たちは誰からともなく涙でいっぱいでありました。やっとこれで平和に包まれた。トップの指揮官たちも含めて涙でいっぱいでした。誰も自分のためというよりも地上の平和を得るために戦いました。ここにその報告を石川様から早くお伝えいただきたくご連絡させていただきました。これにより来年の1月20日以降にトランプ大統領が発表できることとなり、とても近い時期に地上の全ての人類が笑顔に満ちる発表できることが今から楽しみであります。年末を迎え、住まいである地上をクリーニングしてきれいになった住まいから、これらのことを喜びにして迎えられることでしょう。2018年43代目のブッシュ元大統領の国葬に、トランプ大統領はブッシュ・ジュニア、オバマ、クリントンなどここに来た重鎮たちにあるレターを出しました。
彼はそれを見て顔色を変え、まるで自分たちの葬儀のように披露に着いた時には血の気がなくなっていたそうです。なんで披露に着いたの？なぜならそのレターには自分たちが立場を利用して行った事象が書かれていたからなのであります。それはある工事業への招待状でありました。彼らやジョージ・ソロスはすでに軍の監視下におります。来週から約1ヶ月間目が目まぐるしく起きる出来事にどうか一喜一憂せずネガティブにならないで明るく愛と平和と光に包まれる自分でいてください。すでに決戦は終わりました。皆様にも少し遅れて同様な出来事がこの世の中で起きます。それは善が勝ち喜びにあふれる地球が手に入ったのです。ありがとう神と共に。そしてワシントンからコメントを読み感動いたしました。皆様の知識に驚かされております。本日すごい愛とレベルの高さと言いましょう。そこでこれから情報公開の許可も出始めますので、現在答えられることはお伝えしますのでご質問ください。素晴らしいですね。ただしお答えできない質問も多々あると思います。その時は申し訳ございませんとのことでありました。まあ、よかったら私のこの YouTube のコメント欄に質問などお願いをしたいと思います。また今後本当の地球の歴史を公開する準備もしております。隠され作られた歴史でなく真実を公表することがとても大切です。それらを知って未来の自分自身を理解し、それぞれが とても大切な唯一の存在であることを理解して、有意義に人生の時間を自分自身のためにどのように楽しく使うか、それぞれ知ってください。我々の戦いには1995年5月から正式に始まっています。その7月にケネディ・ジュニアは飛行機事故で亡くなっております。これ以上今は話せませんが大きな意味です。同じ年にあった出来事でした。来年の早い時期にトランプ大統領から話せれることとなっています。もう一つは今後起きることがスムーズに稼働するためにトランプ大統領は2019年7月23日に HR5404 という法案に参与しました。この法案はケネディがやろうとしたこととつながります。また2019年7月1日にハッシュタグ800が出ました。ハッシュタグ800分かる人楽しみであります。もし分かる方いらっしゃいましたらコメント欄でお知らせいただきたいと思います。次にアドクリフ国家情報長官のレポート提出についてお尋ねいたしました。現状のレポートが十分でないので、特に中国共産党の件をもっとまとめたいとのこと、そしてオバマ、クリントン、中国共産党の大統領選挙への介入、すべてが記載されています。もっと内容あるレポートにしたいとのことであります。しかし現状はトランプ大統領にすべて報告済みとのことでありますので、取り替えのことよろしくお願いいたします。そして最後にプーチンはこちら側です、カナダのトップはあちら側です。新事実、竹島問題、韓国は操られていた。日韓問題は韓国が間違いなくとのことでありました。以上、石川慎一郎でありました。最後までご視聴いただきまして深く感謝申し上げます。本当に、はい、寝ても覚めてもトランプ、トランプ。全世界のトランプ大好きの皆さん、おはようございます。グモーニング、石川慎一郎でございます。本日は令和2年12月19日土曜日、ただいまの時間、午前9時50分でございます。今日のテーマはワシントンから6回目のショックと感動のメッセージであります。ショックと感動のメッセージ、それでは早速ですねお伝えさせていただきます。いつも温かい応援ありがとうございます。いい、ね、まずラドクリフのレポートの提出が伸びている理由をご説明申し上げます。今回のレポートはとても大切なもので、何年か経った時に情報公開がされます。トランプ大統領は望んでいて、これから起きるであろう事柄は歴史的にも分点になります。急がずさらにしっかりとしたものをあげたいとのラドクリフ氏の意見を尊重させていただきました。
一部お話ししますと、CIA、そして FBI 側から上がってきた内容に彼は納得しませんでした。再度、提出させてしっかりとしたもので、今後歴史的に残っても良いものとして仕上げる予定のようでございます。遅れても特段問題はございません。よろしくお願いします。次に、まず、たくさんのコメントを読ませていただきました。視聴者皆様の大変な知識力と情熱に驚いております。コメントまで読まれるんだ。ホワイトハウスの中で、中の人間ではございません。しかし、暇なんじゃない？トランプ大統領と一緒に動いている関係者であります。我々の正式な活動は、1999年5月からであります。この時は、トランプはまだ大統領ではありませんでした。こうした中で、4年前にトランプは手を挙げて、自ら大統領になったことはお話しした通りであります。我々の関係者は、ペンタゴン、NSA などを基本として、彼のもとで軍や公的な機関が動きます。そこには、これから行うことで、大切な金融システムの構築のメンバーも集っております。それらの中で、21年間、動いてきた関係者たちが、日本の皆様にお伝えしたいと決めて、石川様を通じてお話しさせていただいております。最後の聖戦についてでありますが、どこにもそんなことを語っている確かな情報がないと書いている方にお返事いたします。ノートか、パソコン、スマホなどのメモ帳に日付を書いて忘れてください。このようなメッセージでございます。どうかご理解よろしくお願いいたします。それで、ある時、これらの録画された映像を見れる時が必ず参ります。その時に思い出してくれれば光栄であります。まあ、このようなコメントでございます。そしてまた、最後の聖戦のことは、12月12日にトランプ大統領が行った演説の中に、大切なヒントがございます。あまりにもトランプ大統領が感動したので、そして皆様にも伝えたくて、終わった直後に思わずお話をしてしまいました。またこの情報は、ほんの一部の人間しか共有できていません。大変驚かせて申し訳ございません。サンガリア、朝の目覚めに、水の代わりに、毎日の食事に、美味しい伊賀の山々の恵みをいただきます。伊賀の天然水強炭酸水122サンガリア。世界のライブライブはクリスマススペシャル。ミスターチルドレン、福山雅治、生き物係、ハーフエムの激アツライブ。セカオワが横浜からクリスマスソングを熱唱。乃木坂46は大ヒット。それと大統領選挙でありますが、あと残り1ヶ月であります。ぜひとも皆様にはポップコーンを食べながら、そしてビールかコーラでも飲んでゆっくりくつろいでください。必ず彼は大統領として残ります、まあ、このようなことであります。そして今我々は1月20日以降に彼と共に行わなければならないとてもとても大事なことの準備をしております。またコメント欄の皆様の知識には大変に共感いたしました。各地として HR5404 はコメントの書き込み通りであります。テレビは111104を同様に用意いたしましたが、潰されてしまいました。カッコ2として、800チャンはオールクリアとお話しいたしましたが、コメント欄の通り、今後我々が始めることが全て安全にスタートできるという番号でございます。そしてカッコ3として、それぞれの国家元首についてお話をさせていただきます。プーチンは良いお友達になりました。ドイツのメルケル、フランスのマクロン、そしてイギリスのジョンソンは向こう側でありますが、こちら側に必ずしは入れてございます。今は1月20日以降にこれ、今まで経験したことのないスピードで世の中が変わっていきます。その準備のために皆様が驚かないように少しでも心構えができてくだされば幸いです。これらのことを真実であるか疑っていただいても構いません。ぜひとも頭の片隅に知識として準備していただくためにお話をさせていただきました。地球の資源とそれらの財産は生きているものが平等に分かち合わなければなりません。生まれた時からそれらが平等に分配されない仕組みはいつからできたのでありましょうか。次に、来年の1月から数ヶ月の間に大きな出来事が3回起きてあります。そして世界中の皆様が合衆国憲法の下で平和と平等のもとに民主主義の中で安全に暮らせることをお誓いいたします。以上聞いていただきましてありがとうございました。とても感謝いたします。スマッシュ。じゃあ今日のやつ。7回目の手紙。寝ても覚めてもトランプ、トランプ。全世界のトランプ大好きの皆さん、おはようございます。グッドモーニング、石川慎一郎でございます。
本日は令和2年12月20日日曜日、ただいまの時間午前10時でございます。今日のテーマはワシントンから7回目のショックと感動のメッセージがありました。ショックと感動、大丈夫かな。最初に多くの視聴者の皆様よりリクエストが多いのは、石川さんはどうしてワシントンと連絡取れるようになったんですかと。みんな知りたいんだよ、そこが。点につきましてですね、皆様にお答えをしてまいりたいと思っております。そこが知りたいんだよ、みんな。ワシントンから12月13日、まあ、先週の日曜日でありますけれども、直接私の方にお電話入りました。ほんとかよ。それは怪しいんだよ。日本語で入ってまいりました。石川慎一郎さんですか。マネージャーでいいよ。石川です。ワシントンのこんなセクションですけどっていう言葉入っていましたけれども、ワシントンからあなたをメッセンジャーとして指名させていただきました。あなたの個人情報をすべて調べさせていただきました。私ですね、この言葉聞きまして一瞬、普通はねびっくりしないんですけど、ほとんどのことに、脱帽しましたね。びっくりしました。そして本当に怪しいと思わないでくれます。そしてなんで私なんですか、このようにお聞きいたしました。そうしましたら、いろんな方がノミネートされておりました。あなたが当たりました。その中で俺折り詐欺じゃねえかよ。いろんな人がいましたけど、チームで検討させていただいて、石川さんは、しがらみがない一言で言います。確かに、まあ、そういう存在であるということが分かったのでご指名をさせていただきました。そ、まあ、このような形でございます。この人選ぶかね。本当にそういう意味で私も半信半疑でありましたけど、まあ、このようなあの事実があったことをですね、皆様に、お伝えをですねさせていただきたいなと、このようにこう思っております。そしていろんなあのコメントの方にもですね、いろんな情報が載っておりますけれども、私は今あの幸福実現党でも公明党でもございません。また N 国の党員でもございません。つまり先ほどありましたようにですね、どこにも所属しておりません。ぜひとも皆様にご理解のほどよろしくお願いを申し上げたい、このようにこう思っている次第でございます。そして、私あのツイッターやっているんですけれども、ツイッターにこのようなコメントがありました。石川様、拝見させていただきました。動画だと思いますね。おっしゃられている情報が事実であれば、あるかどうかはいずれ分かることですから、今は心に留めておきたいと思います。ポップコーンを食べながらというほどの余裕のない方たちも多いとは思いますが、身近な人たちに石川様の動画を紹介して、未来に希望はあると伝えていきたいと思います。まあ、このようなとてもね素敵なコメントがありましたので、皆様にまずもって、報告をさせていただきたいと、このようにこう思っているわけでございます。それでは早速ですね、今日はのショックと感動のですね、ワシントンからのメッセージをですね、皆様にお届けをさせていただきます。石川様、気持ちの入ったお話をしていただきありがとうございます。たくさんのコメントも読ませていただきました。多くの応援ありがとう。
本日我々から石川様のもとに3つの封筒が届いています。全然見つかんない。本日よね。それらは決められた日付まで開封しないという約束を取り交わしてお届けしました。ここには来年に起きる基本的な要因となっている事柄が記載されております。ということで、この封筒ですね、これ3通あるんですけれども、本当かよ。お預かりしてまいりました。どこで？この欄にはですね、実は開封の日付入っております。これちょっと伏せさせていただきます。こんな感じで伏せさせていただいております。そして裏の方はですね、こんな形で封印がされております。封印がされてないんじゃない？この封筒ですね、これを含めて3通お預かりをしております。直接接触して、これをですね、まず持って皆様に報告をさせていただきます。自分で作ったのしか思えないじゃん。これらを読んでいただければ、それぞれの3つの事象がどんなことをもたらすのかが分かるように書かれております。我々の存在がどのような立場であろうと、来年に起こることを全て分かるように記載されています。決められた期日に開けてほしいといった理由は、これらの出来事が滞りなく実行するため、何かの力に邪魔されないために、今は話すことができません。申し訳ございません。ただし、その出来事の数日前に基本的な事柄はお話しできるようにお渡ししました。これで今後起きる出来事は、その期日に変更がない限り、そのまま約束の期日に開封され、視聴者の皆様にある程度の心構えができるように託しました。我々はトランプ大統領と共に今後の地球の返還の準備を行っているグループです。何度もお伝えしますが、ホワイトハウスの中のスタッフではありません。地球が愛、喜び、調和に満ち、真実と光のみに包まれ、自分自身を愛し、同様に隣人を愛する世界を作ることです。現在の社会は競争原理において、生き残るために、自分自身の中にエゴを作り出し、他人を追い落とすようにセットされた社会であり、自己中心になるように仕組まれております。神は人間を作り出した時には、自分自身が唯一無二な存在であり、神聖なる存在であり、誰にも束縛されず自我に目覚める時間を与えてくれました。しくじりました。私何度もスマイサたちでしくじり倒してきたんです。確かに、そこには競争原理やエゴは存在しないはずです。そういった社会に一歩でも近づこうとして、平民は暗殺されました。その意志のもとに前に進み、
トランプ大統領は存在しているのであります。これらの理念でいよいよ実行に移す時が近いので、頭の片隅に置いていただきたいことをお話しさせていただいています。今大統領選が皆様の一番の関心であると思いますが、何度もお伝えしますが、必ずトランプは再選されます。もう一度言います、何度もお伝えしますが、そこへいいよ必ずトランプは再選されます。これは現在物の悪魔の中の大きな悪魔、これは我々が使っている言い方でありますが、泥の中に潜んでいる大きなワニが全部出てくるようにじっくりと待っています。彼らはどんどん正体を表し始め、待ちきれず罠にかかっている状態なのであります。どちらにせよ本当に近い時期、自ら崩壊するのを目の当たりに見るでしょう。明るい地球の未来は第2期が始まろうとしております。それと同時に次々と実行される準備は整いました。我々が現在設定したタイムラインはもう変化しないと断言できます。日本の皆様、おとぎ話と思っていただいております。ただこれらのことが全て数ヶ月以内に行われますことを皆様にお伝えをさせていただきます。昨日のメッセージでお話しした非常事態宣言は戒厳令の間違いであります。訂正させていただきます。そしてまた昨日も付け足しいたしましたが、非常事態宣言は現在も延長されております。最後にプーチンの祝電の中身は皮肉に富んだものであります。表向きは祝辞を述べているようでありますが、実際は本当のことを話さなければお前を許さないという内容でなされたとのことであります。以上、石川慎一郎でございました。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それではまたお会いしたいと思います。ごきげんよう。大丈夫だ。それでは皆様、最後に皆さんと一緒にですねやっていきたいと思います。それでは最後に、絶対にトランプは勝ち。ありがとうございます。大変にありがとうございます。誰か来てるよ。それでは失礼いたします。ごきげんよう。いつもありがとうございます。メッセージお願いします。早く出てあげた方がいいのに。失礼します。ないな。なんだ。全部わからん。まあ未来に答えが出る。
ごちそうさまでした。じゃあ皆様ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。それでは。